皆さんこんばんは。この度外務大臣に就任をいたしました玄葉光一郎です。よろしくお願いいたします。これまで国家戦略担当大臣に就任をさせていただいたときも申し上げておりましたけれども、私は現代の政治家の役割は豊かさを次世代に引き継ぐことだというふうに考えております。孔子は国益とは兵と食と信だと。兵と食、食べる食、そして信ずるの信。私流に申し上げれば、兵というのは、いわば安全保障であり外交、そして食というのは繁栄、そして信というのは価値ではないかというふうに思っています。日本の外交の責任者として、我が国の国益を最大化するために全力を尽くしたい。特に東アジアのリスクを最小化して、成長の機会を最大化するということが我が国にとっては最も求められていることではないかというふうに考えております。今回の 3.11 の大震災でございますけれども、国際社会から非常に多くの支援をいただきました。この支援に深く感謝をまず申し上げなければなりません。そして岩手、宮城はもとよりでありますけれども、私自身は福島の出身でございます。特に世界がこの被災地の復興に注目をしているというふうに思います。この大きな危機に直面している日本、この困難に立ち向かって日本人の誠実さと最先端技術でしっかりとこの困難を克服していくということが何よりまず大切だというふうに思います。アジア太平洋地域、これは言うまでもなく最も世界の中でダイナミックな変化を遂げている地域であります。アジア太平洋地域で40億人、アジアだけで35億人、これから10年後アジアだけでさらに10億人増える、確か中間層も10億人増える、そういう状況の中にあって、やはりまず日米同盟、これが我が国の外交安全保障の基軸であるというふうに思います。同時にアジア太平洋地域の平和と安定のための公共財であるというふうにも考えております。この日米同盟の進化発展に努めてまいりたいと思います。同時に中国、韓国、ロシアをはじめとする近隣諸国との関係強化、これを推進をする。そして北朝鮮問題に関しては、拉致、核、ミサイル、こういった諸懸案の包括的な解決を図りたいというふうに思います。さらに申し上げれば、さまざまな気候変動、途上国の開発の問題、それぞれございますけれども、そういったさまざまなグローバルな課題にも積極的に取り組んでまいりたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。私からは以上です。どうぞ。産経新聞社の村上です。3点伺います。まず1点目はですね、菅前総理大臣が、退陣直前に朝鮮学校の無償化適用のですね、審査再開を指示されましたけれども、この指示についてはその指示については指示をされますでしょうか。それから2点目がですね、いわゆる永久戦犯を戦争犯罪人ではないとした野田総理大臣の考えをどういうふうにご覧になっているか、それから3点目がですね、民主党の小沢元代表の処分について、これは見直すべきだというふうにお考えになるのかどうか、この3点をお聞かせください。はい。3点質問がございましたけれども、1つは高校の授業料の実質無償化の話でありますけれども、
先ほど野田総理もですね、状況認識についておっしゃっておられました。基本的には文科省が判断をしていくものでありますけれども、情勢認識自体はやはり外務大臣、あるいは外務省がしっかりと申し上げていく必要があると、私自身は考えておりまして、今後、この問題については、先ほど野田総理は戻りつつある、つまりは砲撃以前に戻りつつあるという表現をされましたけれども、私といたしましては、そういったことも含めてですね、今後、詳細に分析をしていかなければならないなと、そう考えているところでございます。また、先ほど永久戦犯の話がございましたが、これについては、やはり政府の立場を踏襲をすると、これは総理が先ほどおっしゃってましたし、これは野田内閣の一員として踏襲をしたいというふうに考えております。小沢さんの処分の話でございますが、私は政調会長という立場でですね、当時、いわば執行部の一員として、時間をかけて丁寧に私としては結論を出したので、そんな小さな問題にいちいち気にするような器の方ではないというふうに申し上げた記憶がございますけれども、基本的にその認識は変わりませんが、当然これから越石幹事長が全体状況に鑑みながら、間違いのない対応をされるというふうに考えております。はい、どうぞ。日経新聞の話ですけども、TPP 参加拒否について、大臣の現在の考えをお聞かせください。これはですね、私が国家戦略担当大臣のときに、まさに事実上の責任者として、対応に当たってた問題でございます。政策推進の全体像の中で、その判断時期について総合的に検討するということで、現時点で被災状況がございますから、そういうふうに申し上げたわけでありますが、先ほど申し上げましたけれども、基本的な考え方としてですね、やはり私たちは再び通商国家、日本人の特性、あるいは我が国の地政学的な位置というものを考えたときに、このアジア太平洋40億人の内需は日本の内需であるというふうに考えていくということでないと、先ほど申し上げたような成長の機会の最大化というのはなかなかできにくいということがございます。ただ、まさにバイをどういうふうに組み合わせ、TPP の判断をするにしてもですね、さまざまなその合意形成のプロセスというものが必要になりますから、しっかりと情報を分析をしながら、政府内で意思統一を図っていきたいというふうに考えております。はい、どうぞ。最初に手上がったからどうぞ。はい。NHK 吉岡といいます。はい。日米関係について、はい。現場大臣は10年前、9.11 直後の国会審議でですね、アメリカが一国主義的な行動に駆られる可能性というものがあると思うと、そういうときにきちっと注文をつけられる同盟国でありたいと思うとおっしゃられています。これは民主党のマニフェストにあるこの対等な日米関係ということにも通じるのかなと思いますが、政権交代からまず2年、まずこの2年間の日米関係に対する評価をいただきたいのと、それから一口にその進化、発展をさせていくといってもですね、中期的にアメリカとどういうふうに関係を築いていこうと思うのか、具体的なビジョンをお示しいただければと思います。いわゆる普天間の問題などを通じてですね、日米関係に、一時的に揺らぎがあったということは、私は否めないのではないかというふうに思います。しかし、その後ですね、日米関係の立て直しに、それぞれの外務大臣、あるいは総理大臣がしっかりと取り組んでこられたのではないかというふうに思いますので、これからですね、先ほども申し上げましたけれども、いわば経済、そして政治、さらには文化なども含めてですね、そういった総合的な観点で、この日米関係をしっかり進化をさせていく。あるいはさらに申し上げれば、次の課題っていうのは、
それぞれ私はあるというふうに思っておりますが、それはいずれの時にか申し上げていきたいというふうに思っています。次で最後の質問させていただきます。じゃあどうぞ。はい、読売新聞の会です。対中関係について伺います。はい、中国は海洋進出を進めるなど、軍事面でも状況を続けております。またその経済面においても非常な発展を遂げています。今後その東アジアにおいて中国とどういう付き合い方をするべきだと考えますか。また同時に6カ国協議 の再開の是非も、関係国で話し合われていますが、どのようなスタンスを望まれますか。はい、中国についてはですね、当然最も重要な国です。私にと日本にとってですね、日米基軸でありますけれども、当然日中関係は大変大切な関係であると。ただ今おっしゃいましたけれども、特にその海洋進出というのが言うまでもなく今目立ってきていると。大事なことは透明性だと思います。透明性が欠いたままですね、そういったいわゆる海軍力の増強、確か年 10% 程度海軍力がですね、伸びているということもございますので、やはりそういった透明性の向上についてはしっかりと注文をつけていくということが大事。一方、これはウィンウィンの関係という言い方をよくされますけれども、戦略的な互恵関係というのを特にですね、その商いの面で、つまりは経済の面で、しっかりと果たしていくということは、先ほど申し上げましたけれども、アジア太平洋全体の平和と安定のためにもですね、極めて重要だというふうに思っております。で、6社の話はですね、やはりまず北朝鮮に求めるべきものがあるというふうに思います。つまりは先ほど申し上げましたが、拉致、核、ミサイルの問題について、まずしっかり北朝鮮が対応するということが大事だというふうに思います。以上をもちまして、現場大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございます。